にあったわ。あいつの頼みなんて聞かなきゃよかった。あいつ？ありがとう、助かったよ。セピロス騎士団の人たちよりよっぽど頼りになるのね。これぐらい朝飯前だ。こいつは旅人として毎日いろんな厄介事を解決してきてるからな。旅人？じゃあ君だったのね。まさか待ち合わせ相手に助けられるなんて。それじゃあお前が？ちょうどどうお礼をしたらいいか考えてたの。今回の情報はタダでいいわ。情報屋は人脈を重んじるからね。もちろん君は命の恩人だもの。やったー。でも結局得するのはガイアじゃないか。情報料は出してもらうはずだったんだから。それじゃあよく聞いてね。アルカディア遺跡についての情報。湖の城に六本腕の巨人が3体いる。2体は神の像を守り、1体は神々の財宝を守っている。ね、それだけ？この情報が記されている紙にはこんな絵も書いてあったわ。これは宝の地図か？はあ、苦労して手がかりを手に入れたはいいけど、次は謎解きかよ。でもこんなもん、旅人にかかれば大したことないよな。ま、解けなかったらガイアに聞いてみよう。あいつ頭は切れるみたいだからな。この紙はあなたたちにあげる。忘れたらいつでも読み返してみて。ひひ、ありがとう。湖の城に六本腕の巨人が3体いる。2体は神の像を守り、1体は神々の財宝を守っている。どういう意味だろうな。ガイアの手を借りたくないなら、ひとまずオイラたちで考えてみようぜ。戻ってきたか。その様子だと手がかりを得たみたいだな。手に入れたはいいけど一筋縄じゃいかなそうだ。湖の城に六本腕の巨人が3体いる。2体は神の像を守り、1体は神々の財宝を守っている。謎解きか、ベタなこった。そうだな、湖の城はモンドのことで間違いないだろう。で、六本腕の巨人は6ってことは、六本腕の巨人は巨大なカニか。巨大なカニがいるかどうかはともかく、カニの足は8本だぞ。おお、さすがだ。風車の羽はちょうど6枚。それを六本腕の巨人として例えているんだろう。言われてみれば。あとは簡単だ。3本の風車のうち、神の像の近くにある2本が神の像を守る巨人。残りの1本が守っているものこそ、おそらくお宝。オイラでもわかるぜ。うまくいくといいな。行こう。その風車のところまで行ってみようぜ。Thank you.
女は彼のことを愛してなどいなかった。清き泉の情熱はただの虚像。寂しさに震える時こそ彼女の心が見える。今回も絵がついているな。なんだよ、また謎解きか。もうダメだ、オイラは疲れた、クラクラする。とにかく今回もよろしくな。わからなかったらまたガイアに聞いてみようぜ。彼女は彼のことを愛してなどいなかった。清き泉の情熱はただの虚像。寂しさに震える時こそ彼女の心が見える。何か分かったか。お前らが拾ってきたのただの恋愛小説の切れ端じゃないだろうな。なんだ、間違って拾ってきてたのか。道理で天才のオイラでも解けないわけだ。冗談だよ。もう真面目に考えてくれよガイア。確かにこの謎は前回より難しいようだな。清き泉、清泉町のことか。清き泉の情熱、どんな時に清き泉が情熱を帯びるんだろうな。そんな恥じらいのないやつモンドではもう見かけないと思うがな。まさかお前の趣味か。これは失礼、他人の趣味に口を出すべきじゃなかったな。おい、こいつを何だと思ってるんだ。でももしそうなら情熱的なのは泉じゃなくて入っている人の方じゃないか。いい発想だ。例えばそう、滝とか。それなら清泉町の裏山にある滝のことだな。モンドの清き泉が情熱的な一面を見せてくれているのはあそこだけだろう。滝の心についてはおそらく滝の左側を指すはずだ。ちょうどその位置に崖がある。見回りの時滝の下から見たことがあるんだ。最後の寂しさに震える時は神の目が操る氷元素と何か関係があると思うぜ。氷元素を扱える仲間を連れてった方がいいぞ。大したことじゃないさ。セピロス騎士団の一員として謎の一つや二つくらい解けなきゃ犯罪者の企みを見抜くこともできないだろう。じゃあオイラたちは清泉町に行ってみるよ。せいぜい企みを頑張れよな。ん？あ、違った。犯罪者の企みを見抜くのを頑張れよな。Thank you.
ここの心臓はあの怪物の影響を受けてるみたいだな。そいつを倒せば心臓を取り巻く風潮を払えるんじゃないか。おとなしく仕上がる。これで謎は全て解けたぜ。大変だったな。それよりこの宝の地図ずいぶんと雑だな。海賊らしいといえばらしいけど。それじゃあ、さすがオイラの相棒、全く同じことを考えてたぜ。すぐに行かないとな。誰かに先を越されたらまずいもんな。例えばガイアが、ガイアが言ってた宝刀団とかいうやつらにな。オイラはただその噂の剣をこの手に。でいよいよ一目見れればいいんだ。天下無敵とか遊んで暮らしたいとか考えてないんだからな。さ、おしゃべりはお宝を見つけた後にしよう。アルカディアのお宝探しの旅へ。